キー自動車。洋服やジュエリー、お部屋のインテリアだって、とにかく自分のおしゃれにはとってもこだわりたい。そんな私の今一番のお気に入りは、おしゃれがいっぱい詰まったキュートなラフォン。ドライブはもちろん、見ているだけでも本当に飽きない。お部屋のようなインテリアと迷ってしまうほど豊富なカラーバリエーション、女性に嬉しい装備もいっぱい。またエネチャージなど鈴木グリーンテクノロジーの採用などにより、リッター 35.6km の低燃費を実現、全車エコカー減税対象車です。しかも駐車時などの運転操作をサポートしてくれる全方位モニターや衝突被害軽減ブレーキ、レーダーブレーキサポートなど先進安全技術を搭載しているので、とても安心です。私のハッピーはラパンから始まる。 My ベストパートナー is ラパン。そんなラパンとの日常をちょっと覗いてみませんか。さあ、ラパンと私の楽しい一日がスタート。どこから見ても私のパートナーは可愛い。新型ラパンは四角いプロポーションながら角を丸くした丸四角い個性的なフォルムになりました。開放感を感じさせるガラスエリアと、心地の良い空間をイメージさせるロングキャビン、そして自身のおしゃれを楽しむように可愛い丸みのあるデザインをいっぱい詰め込みました。後ろ姿だってとってもキュート。おしゃれの基本は足元から。新型ラパンのスプラッシュガードは車体色に合わせブラウンとネイビーの2色をご用意。アルミホイールやフルホイールキャップは花をイメージしたデザインに仕上げました。丸四角いフォルムにうっとり。新型ラパンはずっと見つめていたくなるような私のおしゃれなパートナーです。優しくて温かみのあるボディカラーは全部が可愛くて、ほんと迷っちゃった。今回は新たにご覧の3つのボディカラーやホワイトツートンルーフも設定、合計12のカラーラインナップをご用意しました。だから自分だけのスペシャルな1台がきっと見つかる。自分の部屋も好きだけど、今はラパンと一緒に過ごすのがもっと好き。だって好きな家具に囲まれているようなインテリアで落ち着くから。新型ラパンのインテリアは好きな家具に囲まれているような居心地の良さを追求しデザインしました。カフェのカウンターをイメージしてデザインされたインストロメントパネルは、窓越しの景色も美しく見えるような開放感ある造形に、フォトフレームのような大型のナビゲーションパネル、置き時計のようなフォルムのメーター、ルーフには温かみのあるキルティングをイメージしたパターンを採用。インテリア全体が可愛いのに気品も感じられる。だから思わず笑みがこぼれます。私のパートナーはいつも優しく包み込んでくれる特別な空間。シートは上質で可愛いソファーをイメージしたデザイン。シート表皮はチェックのツートーンシートを採用したブラウン、カジュアルなツートーンシートを採用したキャメル、ぬくもりのある風合いのモノトーンシートを採用したベージュの3タイプをご用意しました。思わず自慢したくなる、
センスのいい自分だけのコーディネートが楽しめます。私のパートナーはとっても気配り上手。マルチインフォメーションディスプレイにはラポンキャラクターが登場。こんにちは。各種車両状態やパーキングブレーキが測っている誕生日などの特定日をアニメーションや音声、メロディーで知らせてくれます。あ、こんなところにもラパンマークが。マイパートナーは遊び心がいっぱい。みんなも見つけてみてね。私に嬉しい快適できめ細やかなパッケージング。新型ラパンは新プラットフォームを採用。室内は開放感のあるくつろぎ空間に仕立てました。例えばフロントドアには中間2段ストッパーを採用。狭い場所での乗り降りの際ドアをぶつけにくいよう工夫をしています。前席ヒップポイントが高く開口部地上高が低いからスカートを履いていても乗り降りがスムーズに行えます。チルトステアリングとシートリフターを装備。小柄な女性でも快適なドライビングポジションに調整できます。最小回転半径は 4.4m と小回り性が良好。車庫入れや U ターンなどが楽に行えます。運転するのが楽しくて気づくとロングドライブ。日焼けや肌の乾燥が気になるな。新型ラパンには女性に嬉しい装備をご用意しました。空気中の水分から生み出される微粒子イオン、ナノE搭載フルオートエアコンを採用。肌や髪に優しい弱酸性のナノEを運転席側のエアコン吹き出し口から放出するので室内空間は快適。菌、ウイルスの抑制やタバコの匂いを脱臭します。フロントガラスとフロントドアガラスには紫外線を約 99% カット。さらに赤外線をカットするプレミアム UV&IR カットガラスを採用。乗車中の日焼けやジリジリ感を抑えます。新型ラパンはたくさん積んでもへっちゃら。頼もしいパートナーです。カウンターのようなデザインにこだわり、インパネボックスは引き出し式に。その他にも嬉しい収納がいっぱい。バゲッジスペースも使いやすく進化しました。バックドアハブ開口部幅を拡大したことで荷物の出し入れが楽になりました。後席を倒せば大容量のラゲッジスペースが広がります。シートアレンジだって簡単。ワンアクションで倒せる分割可動式リアシートを採用。使いやすくていっぱい詰めるからショッピングや旅行にいつでも一緒です。箱入れが狭い道路ですれ違うときっていつもドキドキ。そんな私を優しく誘導してくれる強い味方。前方位モニターは駐車場での出し入れや縦列駐車などをする際にまるで自車を真上から見ているような俯瞰映像を映し出し、ドライバーの運転操作をサポートします。また左右の見通しが悪い場所から出る際にも便利。このようにフロントノーズを少し出すだけでドライバーの視覚もカメラがワイドに捉えてくれるので安心して発進ができます。狭い道路などで対向車とすれ違う際、助手席側のサイド映像が表示されるので安心して走行することができます。ドライブがより楽しくなる多機能になった新設計メモリーナビゲーションもご用意しています。DVD、CD 対応、フルセグテレビなど、
映像や音楽を楽しめる機能が充実。画面には指紋が目立たないコーティングを施しました。ルルブデータを内蔵しているので、初めての旅行先でも迷わず楽しむことができます。さらにスマートフォンを利用した機能を装備。スマートフォンで検索したスポットを送信すれば目的地に設定できます。また燃費情報やエコ診断など車両情報を画面に表示できるほか、最寄りのガソリンスタンド検索も可能です。燃費もいいから毎日がハッピードライブ。新型ラパンはエネチャージ、新アイドリングストップシステムなど進化したスズキクリーンテクノロジーを採用。また燃費性能に優れた改良型 R06A エンジンを搭載。新型ラパンは様々な低燃費化技術を採用し、リッター 35.6kg を実現しました。トランスミッションは燃費性能を向上させた副変速機構付き CVT と MT をベースに、クラッチ及びシフト操作を自動で行うトランスミッション AGS オートギアシフトを採用。プラットフォームには軽さと後方性を両立させた新プラットフォームを採用。さらに軽量衝撃吸収ボディテクトを採用しました。足回りには新サスペンションを採用し、軽量化と高い走行性能を実現しました。安全運転はもちろんだけど、万一の時のことを考えると、渋滞中や信号待ちなどで起こしやすい追突事故の被害を軽減するレーダーブレーキサポートや、障害物があるにもかかわらずアクセルを大きく踏み込んだ場合にエンジン出力を自動で制御する無発進抑制機能、急ブレーキを検知すると自動でハザードランプを高速点滅させ後続車に注意を促すエマージェンシーストップシグナル。また車両走行安定補助システム ESP を標準装備。必要に応じてコンピューターがエンジンとブレーキを制御し、タイヤのスリップや横滑りを抑えて運転をサポートします。さらに高水準の歩行者保護性能を備えています。新型ラパンは先進的な安全技術でドライバーに、そして歩行者にも配慮した優しい車です。新型ラパンは X、S、L、G の4つのグレードをご用意しています。さらに自分だけのラパンに仕上げられる魅力的な販売会社装着アクセサリーも多数ご用意しています。私のハッピーはラパンから始まる。My best partner is ラパン。新型ラパン誕生。今度はどんな楽しみが待ってるかな。